えー、お疲れ様です。速課塾の子です、えー。今回ですね、雑談まがいに、ちょっと市場の、この記事をね、紹介したいと思います。あの、日銀の黒田総裁がですね、えー、前回、この利率をですね、えー、プラスマイナス0.25から0.5まで引き上げたところに、えー、これ事実上の利上げというふうにね、えー、市場では受け止められていて、私もそれ以外解釈のしようがないんですけども、えー、これをですね、黒田総裁はまたね、否定してるんですよ。えー、これは金融緩和策の終わりのですね、 え、出口の一歩ということではない。つまり、金融緩和を終わっていくための段階を踏んだわけではないんだよっていうことを強調したんですよ。いや、そんなことないだろうと思うんですけどもね。もし、なんか真意があるんだったら教えてほしいなと思うぐらいなんですけども、今回の措置は、金、企業金融に至る波及までを考えた上で、金融緩和を持続的かつ円滑に進めていくための対応であり、出口の一歩ということでは全くありません。つまり、金融緩和を継続する姿勢は変わりませんよと。 なのになんでリリースの上限を0.5まで上げたのかっていう説明はないんですよ、えー、またですね、えー、この修正に関して金融緩和を持続的かつ円滑に進めていくための対応だと改めて強調したということなんですけど全くもって意味が分かんないですね、えー、記事にはこういうふうにも書かれてます 日銀は先週長期金利の変動幅の上限をこれまでの0.25%程度から0.5%程度に引き上げることを決め引き上げじゃないですかね市場では事実上の利上げという受け止めが広がりましたが黒田総裁は利益や金融機種めではないというふうなことを言っていると説明と行動が不一致なんですよね住宅金利もこれから上がっていくということで変動型の金利の方っていうのはこれからね住宅を手放さないといけない ということにもなりかねないわけなんですよそうなると市場に住宅が普段よりもどん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 中国圏として出てきますから住宅価格の値段が下がるってくるもなるんですよねまあ、つまりうん一時的なデフレも生じるのかなっていうところなんですよこういう風にですねあのお金を引き締めれば 利率を上げて利息をいっぱい取るようにすれば利息が払えずに市場に中古品が溢れてきて値段が下がるつまりデフレに行くってことなんですけどもこの辺どういうふうに説明してくれるのかねこれからちょっと注目していきたいと思いますね。